アメリカの地方銀行持ち株会社パックウエストバンコープは26日商業用不動産開発向けのローンなど35億ドル日本円でおよそ5000億円に相当する債券をアメリカの資産運用会社アレスマネジメントに売却することで合意しました金利の上昇が続く中不良債権化するリスクのある資産を手放し財務基盤の強化を図りますテイラー CEO は声明で 今回の取引により流動性と資本の改善が進むと強調しました。パックウエストは5月にも不動産建設向けのローン再建、26億ドル相当の売却を発表しています。